さん、はじめまして。チャンネルノブのノブです。人によっては初めてじゃないし、自分に紹介されて今これを聞いてるっていう人も田舎にはいるのかなとは思うんですけど、この場では初めましてですね。普段は47都道府県完全制覇を目指してドライブ動画をメインで撮ってるチャンネルなんですけど、このコーナーでは音声のみで喋りのみでこう47都道府県についていろいろと語っていこうかなと、語るというよりまあ喋るだけなんですけど、ですね。そうですね。まあ、47都道府県、その県の出身、有名人、その県の印象を持ったこと、知ってること、等々を、まあ、ぶらーっと、述べていくチャンネルにしたいなと。チャンネルというか、コーナーにしたいなと。で、この喋りで分かる人もうっすらそうかなと思う人もいると思うんですけど、出身は東北ですね。東北青森県で、まず第1回はその青森について軽くいろいろ述べていこうかなと思うんですけど、青森出身の有名人っていうと、パッとも思い浮かぶのは、松山健一、吉幾三、と新山千春くらいが、まあ、みんなさん、イメージつくかな、という感じで、僕自身も、そのくらいしか有名人はパッとは思い浮かばないですね。ちょっとこれも今、ネットで調べてみたりとかして、確認もしていこうかなーっても思うんですけど、そうだな。まず皆さん、青森っていうと何を思い浮かべますかね。まあ、ポピュラーなので言うと、リンゴ、ねぶた、マグロ、かなーっていう感じですよね。まあ、あんまり、僕自身も、結構県外に出てることが多くて、二十歳前半から今30半ばまでもう15年ぐらいあんまり青森県にいることの方が少ないぐらい、あちこち日本をプラプラ、うろうろしてまして、よく、詳しくはない方になるのかなと思うんですけど、逆にこう、旅行好きな人の方が青森について調べたり、詳しかったりすることもあるかなと思うんですけど、そうだな、特に言うことがまとまらないですけど、まあ、観光としては、白神山地、あと岩木山、恐れ山、山が多いっすね。山、あとは観光、なんだろう。パッとも浮かぶところは、もうそれぐらいしか思い浮かばない。全然詳しくないですね、青森。まあ、生まれは津軽って、日本海側、左っ側の方ですね。まあ、津軽が左で、南部という地域が右。で、右の中でも、
こう、釜みたいに先がこうなってる、半島みたいになってるのが、下北っていう、まあ、大きく分けると2つ、細かく分けると3つぐらいの地域になってるっすね。今ネットで青森出身の芸能人、有名人をこう検索してみたんですけど、結構、名前がわかる人がいましたね。こう思い出してない、思い出せなかっただけで。小坂大魔王。あれ、なんだっけ。あの人。やばい、出てこない。あれ、なんだ、あ、ピコ太郎か。ピコ太郎っすね。ピコ太郎やってる人、やってる人っていうか、ピコ太郎と知り合いの人、小坂大魔王。で、あと最近だとか、りんごちゃんがそういえば、ちょっと2021年、お見かけしてないんですけど、まあ、自分が見てないだけなのか、お見かけしないけど、そういえば、りんごちゃんも青森だったなと。まあ、りんご娘のあの人、王林とかも最近、2020年、2021年は、まあ、見ますよね。俳優、そっか、これ、あれだな。新井博文とかも、ちょっと今 あまり表には出てこない人ですけど、知名度的には高い人でしたね。なるほどな。弘前だったんだもんな、そういえば。歌手はちょっと、まあ、わかる人には、そっか。三代目のエリーとかも、そういえば、いましたね、青森県は。あ、もうこれ、こっちばっか見ると、なんかもう、ただひたすら、喋らず、追っかけて、見るだけで無言になってしまいそうですね、これ。うわ、相撲の歴史は随分ずらっと多いな。まあ、青森、相撲どころっすもんね。そういえば、自分の小学校の、校庭とかにも土俵があったりして、小学校の時、何回かやったこともそういえばあるような気しますもんね、相撲とかって。なかなかそんな土俵があるとかっていう学校地域もそんなにないんじゃないですかね。まあ、相撲どころっていう県がわかんないですけど、その相撲どころの県だとね、もしかしたら土俵とかもあるのかもしれないですけど、大体の小学校とかには土俵自体ないんじゃないですかね。サッカー、あ、そっか、柴崎岳もそういえば、これを言いそびれるっていうのは結構痛いな。サッカー好きなんでね。柴崎岳が、まあ、一番有名ですね。代表なってるし。あれ？小林優も乗ってる。青森だったんだろう。これ今度はどういうことだろう。ちょっと、脱線。フロンターレの小林優についてもちょっと。あれ、どういうことだろう。町田出身の、全然、青森関係ないけど、何だったんだろう、これ。これ、誤情報じゃないですかね、これ。ウィキさん。合ってんのかな？
バスケ、バスケ、あー。お、一応、自分の小学校の同級生も一瞬プロバスケットボールプレイヤーになったんですけど、ここに名前がありますね。ちょっと誰かは伏せておきますけど。まあ、有名人、名前が知れてる人はそんなところかな。あ、ついついこっちばっかり見て溜まってしまうな。まあ、初回ですし、こんなところでいいかな。とりあえず、青森編は、こんな感じ。これでもまた、もう一回青森について語らないといけないぐらい内容が薄い感じになってしまったんで、まあ、2回目、3回目も青森県について語ることもあるかもしれないですね。このチャンネル、このコーナー自体は、まあ、不定期かつ、まあ、僕が暇だなと思った時に、フラッと撮ろうかなと思うんで、まあ、月1とかかな。月1やったら、47都道府県語るだけでも、4年。単純に行くと4年。まあ、もしかすると3年ぐらい。月2とか、こうやってやると、3年ぐらいとかかかるかもしれないですね。まあ気長にいろいろな県、都道府県について語りたい、語るというか喋る感じにしたいなと。で、一応このチャンネル、再生数やらコメント数やらは結構少ない。これ自体も今誰が聞いてるんだろうという気持ちもありつつ一応撮ってるんですけど、まあいろんな県に都道府県に行くことがあるので、その〇〇県出身です、〇〇府民です、北海道民ですっていう人にこうコメント欄とかで、まあ美味しいお店、こういうお店ありますよとか、面白スポット、観光スポット、まあ、絶景スポット、こういうの、この県ではあるんですけど、知ってますかみたいな、こう、やつがあれば、こう、コメント欄に書き込んでもらえれば、もう、ほぼ間違いなく、コメントいっぱいあったら見逃すけど、コメント少ないんで、コメントを見ることができる、ほぼ見ると思うので、まあそれをもとにこう話もしたりとかすることも、話を広げていったり、いろいろ語ることもできるかなと思うんで、そういうコメントもぜひぜひ出してもらえればありがたいですね。というわけで、第1回青森編終了です。最後まで聞いてくれた人は、ありがとうございました。